5回無視、左中間席にソロを放つ神林、楽天 7-2 ソフトバンク、6日、楽天。生命パーク、冷たい雨が降りしきる、第2の故郷、にアーチをかけた。5点差に広げられた直後の5回、先頭打者の神林が放った打球は逆方向に伸びた。着弾点は左中間スタンドの最前列。お待ちかねの今季1号ソロは、高校3年間を過ごした仙台でのプロ初アーチとなった。写真、王会長から直々にアドバイスを受ける神林、2号。と、バッティングカウントだったので直球に絞った。打った時は入ると思わなかったので、自分でもびっくり。センターフライかなと、則本が投じ、互い角の146キロ直球に反応した。点差も離れて8番打者で舐められていたと思う。そこをきっちり捉えられるようにした。オープン戦でもアーチはなく、今季6試合、19打席目の一発。則本からは昨年7月11日に本拠地で放って以来の本塁打だ。大学中に甲子園に3度出場した母校の仙台育英校はスタジアムのすぐ近く、同じ球場であった高3夏の宮城大会決勝では右翼席へのソロを放ち、甲子園への切符をつかんだ。その試合から5年ぶりとなる同地での一発。仙台は好きですけど、寒い、と笑った。埼玉から駆けつけた両親や弟が寒いスタンドで見守る中、ホットな一発をプレゼント。開幕からの連続試合安打も6試合に伸ばした。今日のように3打席で4球もあると続けるのは難しいけど、1日に1つは何かできればいい。チーム唯一の打ちっぱなしは3回には先。頭で4球を選んで反撃の糸口を作った。神林の一発を誰よりも喜んでいるのは王会長だろう。オープン戦の期間中から熱烈指導を受け、チェックポイントを記した直筆のメモも受け取った。藤本打撃コーチを介して、遠征先に電話でアドバイスも届いた。ホットというか、やっと一本出たなという気持ちです。元気のない打線の中で、仙台育ちの若武者が意地の一発を放った。